おお、112万。荒廃した世界で街を作らんとする若造の。若造じゃない。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さっき、派遣の確認をしたんやけど、また派遣から帰ってきた子たちが、レジェンド級のね、お宝をゲットしとった。トレジャー。あ、トレジャー総額がアップしたわ。総額アップです。なんかね、これか。これこれ。さっき、派遣から持ち帰ってくれたレジェンド級のお宝、奇跡の剣。敵に切りつけると同時に身につけたものの傷を癒すという剣。うんうん。これをね、ゲットしてきてくれたよ。あ、んで、モンスターもね、新しいモンスターと入れ替えたんやけど、この、前、何入れとったんかな極楽鳥とかなんかそういう系統のやつの代わりにこのデビーが入った。デビー。全体的にちょっとダークな色味やね。私のパーティー。よし、それじゃあ、今回ちょっと、その派遣先から帰ってきた子たち、パーティーからね、連絡を受けたんだけども、この派遣クエスト、宝石系の敵、テイリア氷雪島。宝石系の敵がちょっと久々に出てきたっぽいけん。確かね、あれやったよね。ニャゴスのあのクエストさ、宝石系の敵のやつやったよね。ちょっとそれを、クリアしていこうかなと。うん、どっちもわからんな。とりあえず一旦行ってみんとよくわからんな。しかもね、メインクエストを進めるためにお金も必要やけん。え？お金も必要やけん。宝石系の敵はどっちにもちょうどいい気がする。これか。あ、だいぶ近いね。どの辺ですか？これはさ、もうここから飛んだ方がいいのでは。ね、絶対下から上がっていくよりこっちから行った方がいいよね。何？なんかいた？え？何の音？ちょっと待って、こっちじゃないよね。え？どこ？なんかめっちゃ戦闘の音楽になったことない？え、この辺？もうすでに？ちょっとわからないんですけど。でもなんかマークなくなったよね。え？この山の向こうではないの？どれだよ？どこだよ？タンザーナイト、なんかお宝持っとる？これ？これかな？あ、これだな。これだわ。こいつだわ、宝石系。いまいち把握できてなかった。これでもう仕留めた全部。あ、なんか普通の音楽に戻ったね。ってことはこれで以上ですか。あ、やっつけたっぽい。いや、てかね、宿舎を増やすためにさ、アイスゴーレムもゲットしたいんやけど、いや、アイスゴーレム自体はね、一応スカウトはしとんよね。スカウトはしとんやけど、ちょっと素材が足りなくって仲間にできないんだよ。なんかね、なんやったんやっけ、なんとかの蜜みたいな。蜜が必要で。で、その素材はこの、テイリア氷雪島でゲットできるものなんやけど、ん？なんだい？どこだい？え、どこですか？どこだよ？どこだよ？え、なくね？この氷雪島でね、ゲットできるものやけん、これか。それもゲットして帰りたいんやけど、でもなんか5つぐらい必要やった気がするんよね。そんなにあるかな？どの辺にあるものかもわからん。切り株お化けかな？っぽい感じじゃない？
まあ、とりあえず素材を探しつつ他のサブクエもクリアできたらいいなと。え、他のサブクエもしかしてない？うん、なさそうだね。あ、これか？地図の印の場所に行ってみよう。何それ？これ何？なんかよくわからんけど、でもこっちの方駅ないんよな。雪の山麓の駅、そこ開放されてないし開放されてないし遠いな。これは駅を開放してからな気がする。ん、あれコインじゃない？誰のコイン？スンドラキーコインやった。お、あ、あれか、今日のデイリーミッションやったかなコイン、精霊石。やっぱ蜜っていうぐらいやけん木をね、素材。ちょ、あ、この辺、え、上がれなかったあ、上がれなかったぞ。は、え、上がれないんすか？夫婦で揃ってるわ。え、ここ上がれないの？なんかいけそうな感じする。いけた、いけた。あれ、これなんか石碑や石碑やけど、これはもうクリアしたやつやんね。ないなぁ。待って、あのニャゴスのやつはどれぐらい？あとこっちじゃねえわ。クエスト、旅人クエでニャゴス、宝石オブジェシリーズのお宝を先に5種類集めた方が勝ち。なんかお宝、あれ、お宝は、え宝石系の敵は倒したけどさ、宝石系のお宝何にもゲットしてなくない？普通に拾ったあの銀色の宝箱のやつしかゲットしてないよね。ダメじゃねえか。で、一旦帰って、あの、流玉の迷宮、多分、新しく解放されたとこ、まだ行ってないんよね。ちょっとそこ、行こう。え、行けるかな行けるかな、勝てるかな。推奨レベルどれぐらいやろ？ 30？ ただいまー。早速、お宝を鑑定しに行きましょう。はい。ワクワク、いいじゃん。切り株お化け、そのまんまやね96,000。どこかの世界のモンスターの像。よしよし、とりあえず新しいお宝がゲットできただけでもよしとしよう。別に新たな変化とかはない？うん、何もないっすね。よし、行こうぜ。だいぶモンスターたちも増えてきたけん、宿舎も早く作りたいんだけどもな。なかなかちょっと素材が集まらないんすよね。どこだ？流玉の迷宮さ、どんどんなんか場所が開けていくのはいいんやけど、どこなんだかわからんくなってくるんよね。このさらに下の方か。どこでしょうか。ここは多分行ったけん、さらに下か。ああ、めっちゃ下の方になってくるな、どんどん。ここもまだ下があるな。ってことはここではない。ああ、ここでなんかイベントあったよね。ここか。いや、ここはまだだね。ブオーン、ブオー。まだまだ下に何かありそうだ。ブオ、ブルルン。よし、とことん掘り抜いてやるぜ。ブルルルン。もし地上へ戻りたいならメインメニュー、広場へ戻るを使うと早いぜ。ありがとう。あれ？全部終わったっけ？ここをやってないんやっけ？流玉の迷宮、地下3階の旅の扉に入りますか？
やってないよね、確か。多分流玉の迷宮をクリアすることなく、あの次のヒントみたいなのをゲットできたはずやけん、行ってないはず。しかも今の時点でさ、レベル30いっとるのが1人しかおらんけん、絶対クリアできてないもんね、今まで。いけるかなあ。待って、いきなり危険。痛い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 。何、誰の攻撃？君か、ホワイトキング。うお、何、どこから現れた君。あ、これ、あー、助けてー。今しびれてる場合じゃないって。やばいね、絶対無理やん、レベル上げんと。怖っ、これはクリアできてるわけないわ。ふう、恐ろしすぎる。え、旅の扉、ルーム1、待って、助けて。ふう、怖い怖い。んで、お、どうした、大丈夫か。とりあえず何かしらクリアしたやつがある。調子はいかがです。仲間と一緒にハイジャンプ、お疲れ様でした。で、コインを探せ。スリングショットどこでもいいんかな。スリングショットを打つ。この辺で適当にやったんでもいいんか。何、風の船乗りの情景って。平原のシルフヤ英知の船に行く。それだけ。とりあえずあの、あ、え、本拠地でスリングショットを打てんのや。打てんのや。へえ。そんな物騒なことはできないのか、ここでは。それじゃあ、宝の地図めちゃくちゃ出とるな。宝の地図行くのもいいんやけどな。あ、この辺のさ、なんか、水中下の道、違う、クイーンスライム。クイーンスライムか、クイーンスライムって、そっか、まだスカウト時代でできてないな。ね、あそこの、スカウトして溜まっとるメンバーの中には、おらんもんな。でも、ブラドコーツもないし。ツエリア氷雪島の鉄道の復旧。あ、そ、これか。氷河の駅と雪の山、雪の山麓の駅が多分開放できてないよね。で、ここはギガンテス。なるほど。で、これなんよ、大飲料の建設、アイスゴーレムを仲間にしたいんですけど、なかなか、なかなかね。あ、この辺報告できるやん。かすめ取る、お宝を集めろ。で、モンスタービジョン、モンスタービジョン、お宝探すのにどんどん使っていく。10回頑張ろうぜ。で、これは全部できとる。え、でもこれ完了になってないよ。え、これ完了になってないけど、何、どうすればいいの？ねえ、チェックマークついてないよね。ブリサ、ニャゴス。何かまだすることあるんかな？まだまだやね。あ、デビルウェポン編、これ、マシンに詳しいものを見つける。なんかこれ途中で話出とったよね。誰？マシンに詳しいもの。一応マークつけてみたけど、一応マークつけてみたけど、どこですか？今日はどこでお宝探しするブ？え、クフィ砂漠島？なの？異世界のもの2のお宝が隠されていそう。わからん。とりあえず旅立とう。あ、ここから近いか。え、どこ？マーク。え、待って、マークどこ？あ、この下？このすぐ下？
そう、降りよう降りよう。誰あれ、あ、なんかあれや誰かわからんけど窓ハンド的なものがおるよ。こいつ、オラはカルクリ好きのクラップだ。列車にもとても興味があるってよ。カンパニーの社員募集に応募したら整備員として雇ってもらえたんだべ。でもカンパニーの仕事だけじゃ物足りねえ。ぶっ壊れたマシンとか直してみてっぺ。ん？もしかしておめえオラに何か聞きたいことがあるんか。修理とかできる？修理してほしいものがあるんか。そいつはとても興味があるっぺよ。ふんふん、やっつけたカラクリのモンスターを直してやりたいってか。モンスターはデビルウェポンだな。それなら次の部品が必要になるべ。光の石と精霊石、それと星のかけらってところか。なんか全部難しそうじゃない？だべ。この3つの部品が手に入ったらここに持ってきてほしいんだべ。ねえ、なんかちょっとモンスターの名前がわからんけど、あのゴーレムのやつ後ろに文字書いとんよね。部品が手に入る場所を知りたかったらこの後オラに聞いてくれ。ほうほう、おめえが直したいモンスターはデビルエポンだったってか。直すのに必要な部品が手に入ったのか。調子はどうだ。あ、2つは持っとんや。精霊石、テーリア氷雪島の地面から飛び出した氷っぽい石の塊を調べたらめっちゃ詳しく教えてくれるんやね。はい、精霊石。いや、嬉しいっぺよ。星のかけらは確かキラーマシンを倒す手に入ったってかな。カスメトルを使えば早そうだって。へえ。あれかな、訓練しよるときにできたんかな。光の石はツバイザ草原島の地面から飛び出した緑っぽい石の塊を調べたら手に入るってよ。簡単に手に入りそうかな。何個必要なんやろ。光の石1個でいいんか。あ、違う、7個あと7個や。めっちゃだな。ツバイザ草原島、地面から飛び出した緑っぽい石の塊、でも簡単に手に入りそうやけどなそうでもないんかな。ツバイザ草原島っつったよね。頑張りますか。あ、クリアした、やったぜ。でも余分に取っていくやつ。なんかこっちの方じゃない？あったー、よっ。あ、あそこにもあるな。イエーイ。これは誰やろう。でもなんか今回さ、あれやね、ゾウ多いね。ん、誰かレベル上がった。私がレベル上がったんか。やったねやったね。よし、帰るか。駅はどれかな。あの辺か。こっちの方が近いかな。あっちの方が近いかな。とりあえず行くか。ダッシュ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 。そんなにダッシュしとる感じがないなあ、まあまあまあ、もう駅がすぐ近くに見えとるときはね、なるべくあのキメラの翼を節約して行こうぜ。これで金の宝箱も2つゲットしたし、よきよき。帰ってきたぜ。帰ってきたよ。造形のお宝が盛りだくさんよ。いいね、いいね。あれ、あれもしかして、いや違うか。セブンの主人公はもうゲットしとるよね。セラフィーの像かわいい112万。記憶を失っているがとても優しく明るい少女の像。記憶失っとってこんだけ明るいのすごいよね。何スカウトリングって。75,000。モンスターに不思議な力が宿り、スカウトアタックができるようになる指輪。なんか、この世界でもめちゃくちゃ役立ちそうやけど。あれか？ドラクエモンスターズとかに出てきたやつかな。ほら、武闘家。武闘家の像3、その2。その2。男の方はゲットしとったんかな。90,000。素早い身のこなしで会心の一撃を放つ武道を得得した者の像。ビルダーズ？いいじゃん。ビルダーの像その1。かわいい。なんかすごくかわいいんだけど。この刀身。おー、112万。
荒廃した世界で街を作らんとする若造の、若造じゃない若造じゃないとこのおっさんやねん。荒廃した世界で街を作らんとする若者の像作るっていう字と合わさってしまったいやいいねいいね。団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。あざす。アイラか。あ、ビアンカやった。イエーイ、価値が上がってくぜ。202万よ。で、ちょっと、え？やめてよ。とりあえずこれスリングショット使いこなせ。お疲れ様でした。はい、クリアー。はぁ、あ、敵がやってきてるのか。倒そう倒そう。ほっ、頑張りましょう。マヤたちのクオードの像を暁組が狙っている。戦えますか。戦うよ。これはあれか、宝物庫に飾っとるお宝が狙われるってことか。めっちゃ嫌なんですけど、自分が気に入ったものしか飾ってないけん、めっちゃ嫌なんですけど。あ、でもクオードの像下げてビルダーにしよっかな。あー、ちょっとしびれてる。しびれてるじゃない、混乱している。お、なんか静かにレベルアップしたね、ランド。え、ギガンテス、なんか、いやー、頭の兜がすげえな。よっしゃ、やっつけてやるぜ。オーク、もうちょっとでマヤもあれやね、レベル30に突入する。あれ、ギガンテスさっきやっつけんかった、気のせいかな。やっつけたような気がしたんやけどな。ロマン技使おう。デビー、いけ、シューティングスター。イエーイ、強いね。おこらが潮時んてせ。誰の声ですか。なんかがっつり誰か喋ったけど、誰、モンスターの声。いや、まあ確かにモンスターたち普通にね、会話しよるけど、音声ありで会話したことなかったよね。あったっけ。184万価値も上がるんだな、やっぱ狙われるだけあって。さあ、とりあえず受付でーす。加入希望者を確認。応募が来てます。足りません。あ、ほら、あっとった、あっとったよ、羽ばたき蜜で。あと強がりドリンク、これ作れるんやないん。さて、強がりドリンク、ありがとう。てか買えるんかな、強がりドリンク。この辺違うか、あやかしすか。あ、強がりドリンク作れる。え、作れる。ちょっと待って、必要な素材に蜜が含まれとる。買えるか。ああ、買えない。買えないよ。とりあえず先に料理作る方作っとこっか。じゃあ作っておいて、でまたあと2つ、2つじゃない、あと3つ必要になるんか。くそ。必要な素材が。またおいで。これでまた蜜、蜜が3つ必要になるんか。我が輩に任せろ。派遣だな、戻っているぞ。じゃあここでなんかさ、必要な素材ゲットしてきたりとかせん。そんなもんだ。全然ないね。全くないね。え、何、背中が断じま、今なんか書いとったよね。行き先はどこだ。何がどうって。あ、 100% やん。いけいけい、出発だ。一丁行ってみるか。んで、ただいま。あ、てかこの辺あれか、派遣ではゲットできんのか。蜜、おい、ゲットできろよ。あ、なんかコインゲットしてきとるやん、アクアトラップコイン。コインもゲットしてくるんやね。行き先はどこだ。意外とあの
お宝以外じっくり見てないけんよく分かってないんよね。チェナック火山島出発だ。一丁行ってみるか。一番パーセンテージの高いところに一応ね。ふう、やっと帰れた。誰かお宝持って帰ってないん。成功ばっかりやね。大成功がなかなかないね。あ、宝石系モンスター、なるほどね。え、じゃあこれ2箇所できたんやないん。行き先はどこだ。行こや行こや。セナック火山島とクフィ砂漠島っつった。一応行ってみるか。どんなようだ。以上です。さあこれでとりあえず、はい、聞きました。派遣隊